お元気ですか、ボクシミです。今回は BBM ベースボールカードセット2023アイコンヌ侍の開封動画でございます。こちらね、ワンセット37枚入りとなっております。でこちらね、レギュラーカード36枚プラススペシャルインサードカード1枚というね構図になっております。ちょっと見えちゃいましたけどね、早速開けていきたいと思いますが、ちょっとですね、これ止めているものがですね、なかなかね、取りにくいのでね、ちょっとお待ちくださいね。なかなかね、今ね、あ、取れました。ね、これがね、なんていうかですね、あ、これですね、これが結構ね、硬かったんですけどね。それでは早速ね、やっていきたいと思います。まずはオリックスからですね、曽谷龍平投手でございます。山本由伸投手でございます。侍ジャパンですね。ですね、山崎颯一郎投手でございます。で続いてソフトバンクからですね、石川修太投手でございます。甲斐拓也捕手でございます。ですね、周東右京内野手でございます。侍ジャパンですね、甲斐選手もそうですけどね。で続いてライオンズからですね、水上由伸投手、源田壮亮内野手、侍ジャパンですね。入間拓也外野手でございます。続いて楽天からですね、松井裕樹投手、庄司康生投手、早川隆久投手でございます。あ、松井選手もね、WBC でしたね、失礼しました。で続いて千葉ロッテからですね、佐々木朗希投手でございます。ダブル、侍ジャパン、菊池陸投手でございます。松川虎捕手でございます。続いて、我がファイターズからですね、矢沢宏太投手と外野手です。次ね、伊藤大海投手だ、侍ジャパン、清宮幸太郎内野手。で続いてね、ヤクルトからですね、高橋奎二投手、侍ジャパン、村上宗隆内野手、侍ジャパン。塩見泰隆外野手でございます。続いてね、横浜ね、DeNA ベイスターズから今永翔太投手、侍ジャパン。松尾志音捕手、牧秀悟内野手、侍ジャパンでございます。続いてね、阪神タイガースからですね、湯浅敦樹投手、これは侍ジャパン、森下翔太外野手、ね、侍ジャパンで、ね、間違ったらごめんなさいね。阪神、同じくね、阪神の近本浩二外野手でございます。続いて読売ジャイアンツからですね、大勢投手、侍ジャパン、岡本和真内野手、侍ジャパン、浅野翔吾外野手でございます。続いてね、広島カープですね、栗林洋二投手、侍ジャパンですけどね、残念ながらですけどね、おりましたけどね。で同じく菊池涼介内野手でございます。で、西川龍馬外野手でございます。続いて中日からですね、根尾明投手、今年から投手になりましたね、高橋宏斗投手、侍ジャパンと、ね、大島洋平外野手となっております。で以上でこれは36枚ね、なっております。で残る1枚はですね、こちらでございます。これ EX トラ なんて書いてあるかな、 EX カードとね略します。こちらでございます。
これは阪神タイガースのね、森下翔太選手のねカードでございます。こちらがですね、10分の4でございます。で、これ、ね、背番号1番ってつけてるからね、結構期待されてる選手だと思います。またこういったねお金がありましたら、またこういった回収動画をやっていきたいと思いますし、さっきね WBC とか言ってましたけどね、あの間違ってるかもしれませんのでね、その辺はね、まあ、ご了承ください、ね、間違った場合ですね。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。